いよいよ2019年度令和となって初めての川崎競馬第1回目のダートグレードレース関東オークスの開催を記念いたしまして、スペシャルトークショーを行ってまいりたいと思います。こちらのトークショーではメインレースの予想なども行ってまいりますが、今日は素敵なゲストのお二人と一緒に盛り上げていきたいと思います。改めましてトークショーを司会進行を務めます沖津奈々と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、いよいよ9月20日からラグビーワールドカップ開催されます。今日で開幕まであと100日となりました。もちろん神奈川県も横浜国際総合競技場が開催場となって盛り上がっていきます。そこで本日は元全日本の天才ウィングと歌われた吉田義人さんをお招きしてラグビーの話もお伺いしていきたいと思います。そしてもちろんもう一方ゲストは今年で3年目しっかり川崎競馬場の顔となったイメージキャラクター稲村亜美さんにご登場いただきます。お二人よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。今日は吉田さん、はい、いらしていただいたということで簡単にご紹介をさせていただいてもいいですか。はい、お願いします。はい、吉田義人さん元ラグビーワールドカップ日本代表です。秋田工業明治大学でともに全国優勝、そして19歳で全日本入りし世界の15人にも3度選ばれるなど日本が生んだトライゲッターということになります。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして稲村亜美さんですね、はい、今日素敵なお衣装で来てくださいました。そうですね、はい、こちらの今日のジョッキーの衣装をしていると思うんですが、はい、そちらの、ね、ポスター撮影の時に、はい、デザインしていただいたやつなので、まあ、今日この日のために今日着なくていつ着るんだということで、はい、今日着てきました。はい、今日はイベント令和最初。はい、そうなんです。私今年度初なのでもうすごく楽しみですね。はい、なんといっても競馬馬券当てたいなって思ってます。はい、はい、素敵なユニフォームでしっかり馬券も当てていただきたいなと思います。はい、それではですね、今日吉田さんせっかくいらっしゃってくださっているのでラグビーのお話をたくさん聞いていきたいなと思います。はい、まずはなんかね、はい、稲村さんが隣にいて、はい、もうたくさんの皆さんがね、はい、稲村さんの話たくさん聞きたいだろうなと思ってますね。そんなことないです。すいませんね、ちょっとラグビーの話をさせてくださいね。皆さん興味ありますよね、はい、ラグビーありますよね。ラグビー好きですか。大丈夫です。はい、はい、ということで今日はワールドカップまであと100日ちょうどの日なんですよね。そうですよね、皆さんね、ラグビーワールドカップ、はい、世界の三大ビッグスポーツイベントの一つですからね。はい、一つが夏のオリンピック、うん、もう一つがサッカーワールドカップ、はい、もう一つがラグビーワールドカップです。はい、ね、日本のね、皆さんね、大体冬季冬のオリンピックがね超メジャーだというふうに思っていると思います。もちろんメジャー大会ですけど、世界的にはラグビーワールドカップの方がメジャースポーツ大会とね、いうことで位置づけられてます。はい、すごいですよね。そんな大会が日本で開催されるわけですからね。そうなんですね、日本開催都市12開催都市ですよ。全国、北は北海道の札幌から、はい、南はね、九州3カ所をやります。もちろん決勝神奈川県横浜市です。同じ川崎と一緒の、はい、神奈川県ですね。はい、はい、そうですね、今日はラグビーボールですかね。ねえ、持ってきていただいて、はい、ワールドカップのね、わーすごい、はい、あー本当だ。これで何か違いってあるんですか、普段のと。あ、普段のと、はい、これレプリカなので、普段の公式ボールはもうちょっとしっかりしたものが、あ、はい、そうなんです、はい、もうこれで立派ですけど ねあと100日って書いてあるボールなんですよね。そうですね、でこれ見てください、これね、こんな100日のね、いよいよ100日前に迫りましたと、はい、はい、もう本当に今日で100日ですからね。そうです、はい、楽しみだな、はい、そうですね、後で、でもコントロールもね抜群でしょうから、ね、多分投げれますよ。続けますね、また返すから、ね、はい、分かりました。ちょっと待ってください、リクエストもねたくさんいただきますけれども。井上さんはですか、はい、野球とゴルフとかが、はい、そうですね、野球もゴルフも競馬も好きですけど、最近ラグビーも好きですね。実際に去年試合も見に行きましたし、はい、もう楽しみですよ、ワールドカップ、うん、そしてもう次には東京オリンピックもあるわけですから、そうですね、ワールドカップ見なきゃね、東京オリンピックつながっていかないですから、うんうん、ぜひ皆さんワールドカップも注目してほしいと思います、うん、はい、そうですね、早いね、あっという間に来ちゃったあっという間ですね、はい、うん、
東京オリンピックがまあ、ね、来年なのでそこもかなりこう注目集まってるんですけれども、はい、その前はラグビーということで、はい、なんかどんどん盛り上がってきましたよ ね、 盛り上がりますね。もちろんその、ね、今ね2019年ラグビーワールドカップですね、はいはい、20年は東京に、ね、オリパラが来る、そして21年が実は大阪でね、マスターズ大会って世界大会があります。これあの今国のね、はい、中でもスポーツのビッグイベントのトリプルイヤーということでね、付けられてますね、はい、まず最初にラグビーワールドカップでね、はい、国全体をスポーツを通じて盛り上げていこうということでね、うん、今ねラグビー界も盛り上がってきてます、はいはい、今回のワールドカップの見どころってどこなんですか。見どころはやっぱりあの皆さんニュージーランドオールブラックスね、存じ上げていただいてる、うん、世界ランキング1位ですね、はい、このオールブラックスが過去2大会連続で史上初で連覇を成し遂げて、はい、この日本大会で3連覇をね、うん、上あのカップを取りに、はい、ウィリアムエリス少年の、ね、カップですね、詰まっちゃいましたけど、ね、ウェブエリス少年のカップを、ね、取りにね、はい、3連覇かけてねやってきますから、うわ、強いな、まあ、そこにね日本代表、はい、我らが日本代表がね、決勝トーナメント行けるかどうか、うん、初めてね、いけるかどうかっていうのはものすごい今注目を浴びてますね、はい、でも2015年の、南アフリカを倒したそうっていう実績もありますから、そうですね、今年はね、当時南アフリカはね世界3位ですから、はい、まさか世界ね当時11位の日本がね、はい、誰も勝てるなんて思ってませんでしたね、まあ、そこをねあの五郎丸ね、皆さんねまだ記憶に新しいかと思いますけどね、五郎丸フィーバーでね、はい、日本代表の後輩たちがね体を張り続けて大男をやっつけてくれました。あ、すごいですね、ね、もう本当に感動しましたよね、あの時は本当に感動しましたね、もうラグビーあまりその時は知識がなかったのに、はい、それでもやっぱり心震えた一戦という感じでしたもんね。そうですね、あの競馬ファンのね皆さん、あの競馬もねもともとこうねイギリスでね、こう親しみ楽しまれた、まあ、社交の場としての ね、 そうですね、あのこう競馬ですね、でラグビーも一緒です、社交のために、まあ、上流化階級のね、はい、コミュニケーションの場として、はい、子供たちの品位とか品格をね、マナーを醸成させるためにまた発展してきたスポーツでもありますから、はい、非常にねなんかあの私も競馬場に来るのが楽しみでした。あ、はい、嬉しいですね、そう言ってもらえて、あの内ママの方でも教室開きたいって言ってましたもんね、そうですね、ぜひねやっぱりレガシー、ね、残さなきゃいけないってことでね、やっぱりこの競馬場のね、あの馬が走ってない時は中のね芝生を使わせていただいて、やっぱり川崎のね子供たちにね、あの思いっきりスポーツをラグビーをね、ラグビーボールを持って走ってもらいたいななんてね思ってますね。その光景なんか浮かびますよね、すごい広い場所ですし、夢のようなコラボですね、まあ、ラグビーも意外とルールに親しみがないんですけど、覚えてみると簡単ですもんね、はいはい、そうです、あの難しいことは考えないで、ボールを前にパスしちゃいけないとか、あとボールを前に落としちゃいけないとか、何よりもボールを持った人間が仲間の意思を全部思いをですね相手にぶつけていくって突進していくと、勇気を持ってなければそこはねラグビーはできないスポーツなんでね、はい、熱いスポーツですよ ね、 ねーと、まだまだお話をお伺いしたいところなんですが、はい、そろそろ時間となってきましたので、早いですね、はい、井上さんのラグビーに関するイベントもあるとか、そうですね、はい、あの今週末日曜日に川崎のラゾーナ川崎でイベントをするので、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいです。はい、ぜひ来てくれますか、来てくれますね、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。吉田さん、はい、1回目が終わりになります、一言いただいてよろしいですか。はい、はい、あの皆さん世界中からラグビーファミリーがやってきますので、はい、ぜひ皆さんのねこう日本のおもてなしの精神で、ぜひね ラグビーファミリー見たら手を振ってあげてやるだけでもいいです、はい、ね、日本でみんな、ね、迎えてくれてんだなっていうふうな思いを持ってもらってね、それぞれまた各国帰ってもらって、また日本でラグビーワールドカップやってくれってね、はい、言ってもらえるようにね、おもてなしをお願いしたいなと思ってます。はい、はい、みんなで盛り上がっていきたいと思います。はい、野村さん、吉田さん、ありがとうございました、はい、この後ですね、第9レースの終了後にももう一度トークショーを開催させていただきます。次回はメインレース関東区の予想もお聞きしていきたいと思いますので、皆さんまたぜひお集まりください。それでは稲村亜美さん、吉田義人さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ゆっくりとお楽しみください。お疲れ様でした。
どうもありがとうございます。